おはようございます、熊谷です。どうですか、アニハセヨってこういう感じですね。今なんとですね、韓国に来てまして、まあ、韓国のスタイル的にはね、やっぱり一番人気があるすごい深いこう野池で、桟橋に乗って深宙釣りをやるっていうのがなんか定番みたいで、すごい人気があるということなんで、ここの場所に今日今来てみました。マッシュポテトをですね2杯入れさせていただきます。いけないですね、こういうとこはね、 A 型ですから。よし、それでは、韓国編ということでね、日韓対抗選ぶな追大会、ね、ライバル相手は、韓国代表キムさあ、相手にとって不足はない、まあ、どんなもんかね、ちょっと売ってみないとわからないんで、まあ、ちょっと餌はね、まあ、とりあえず普通の大きさでつけて売ってみて、これじゃ小さいかもしんないし、持たないかもしんないし、逆に持っちゃうかもしんないし、まあ、こういうのはわからないんで、まず売ってみましょうね。これで第一投です、いくぜ。よし、さあどうかな。
口ですよ。バク転のよいしょよいしょ。おお、自分の釣りスタイルの中で決めていけばいいんであって、何もどこもかしこも共通なわけじゃないから。携帯はないんですね。そうそうそう、だから自分で慣れてればもう全然平気だよね。日本と同じ攻め方で釣れるっていうことだよね。渡船で本土を離れましたんで、これから、桟橋の方へ今、ね、向かってる途中なんですけど、韓国の釣り場も日本と同じように桟橋を作っての釣りスタイル。当たった。早くも当たりが出てきた。韓国のこの釣り場もなかなか魚影が濃いようだね。早いっすよ。やべ、またいつものごとく玉網を出してね。まったく、相変わらず準備が悪いんだから。
にそれを、お、いいヘラだね、ピッチョピチョしてまた釣り場が変わったね。